モデルのマギー31が4日東京港区のリデド東京タワースカイスタジアムで行われる日本一のベストドライバーの座を競う e スポーツの大会ジャパニーズプレイヤー 0.0 ファイナルのメディア発表会に登壇。トークセッションで国際 C 級ライセンス取得への思いを語った。自身のインスタグラムでもたびたび車にまつわる投稿を行い、車好きとして知られるマギー。トークセッションでは MC がマギーが持つ国内 A 級ライセンスに言及すると、本当は国際 C 級ライセンスまで行きたいんですよとさらなる希望を告白。一方で取得するにはレースにきちんと参戦して走り切ることをしないといけなくて、レース参戦となると怪我の危険性もありますし、そもそも体がレース仕様になっていないので、もっと首の筋肉とかいろんなところに筋肉をつけないといけない。 G もすごいですし、急に車がぶつかってきても吹っ飛ばされない、壊れない体、衝撃に耐えられる体が必要でと、モデルとの両立に難しい現実も語った。だが車好きとしては行けるところまでライセンスが欲しいなと、いつでもレースに出れるぞと準備だけはしておきたいなと思っていますと思いを募らせた。